皆さん、こんにちは。ソレア心理カウンセリングセンターの高間です。今日は愛着のバトンタッチ、ゆりかごから墓場まで愛着障害の理解のためにという話をします。今日は標準的な愛着の話がメインですね。で、先日こんなツイートをしました。通常親との間にできた愛着は中年期以降冷めていきます。その代わり、自分の今の家族、子供やパートナーとの愛着が定着し成長します。こうやって愛着のバトンタッチの起こる時期が中年期で、これ以降は親との関係は野球でいうと消化試合になります。メインシーズンは今の家族へ移っていきます、というようなツイートをしました。人間の成長というものを、その愛着という軸で眺めたということですね。今回の話、かなり専門的な話になります。で、愛着の発達という、ほぼ、研究されていない分野なんで、これは私が臨床心理士として、約2万人、延べ2万人ぐらいの悩みを聞いていく中で、こういう感じかなというふうに学んできたものです。で、その今現在の知見としてのまとめです。ここからまた10年後に私何と喋ってるかは分かりませんけれど、今現在の知見ですね。いずれ、心理学会で発表しようと思っていることです。で、心理職の皆さんというのは、今日のようなこの記事をですね、頭に入れながら、相談者の話を聞くと、相談者の理解が進むと思います。見立てというのも、立てやすくなってくると思います。今日の話は標準的な愛着発達ということなんですね。で、この標準から外れた話を聞いたときに、その愛着不全とか愛着障害とか の見立てを立てやすくなってくると思います。で、早速なんですけれど、今日の内容に、まとめから入ると、次の3つが重要なことがあります。まず1つ目、愛着は世代間連鎖する。2つ目、自分の親との愛着は中年期に薄れ、その薄れた分、自分の子供との愛着が強くなってきます。3つ目、老年期には自分の子供との愛着も薄れていきます。この3つ、これが標準的な愛着というものの、パターンです。で、前半では、今日の話の前半では、幼年期に、その幼少期にね、形成される親との愛着というものが、成長過程でどう変化していくのかという話、標準的なケースを話します。で、後半では、そういう定型ではないケースを簡単に解説します。で、まず前半の3つですね。先ほどの3つの1つ目、愛着は世代間連鎖するということなんですけれども、愛着を子どもと結べる親というものは、子どもと情緒交流の図れる親ということになります。で、これは標準的な親なんですね。で、これはね、何か教育して身につくようなものではなくて、DNA の中にセットされているようなものです。だいたい標準的と言いましたけれど、だいたい肌感覚で言うと、70-80%、70% ぐらいなんでしょうかね。で、愛着というのは、別名で言うと、基本的信頼感とも言いますね。2歳までに親との間に形成される絶対的な安心感というものです。で、安全基地とも言われます。これは聞いたことあるかもしれないですね。で、子供にもともと備わっている、その愛着のスイッチみたいなものがオンして、親との間でその
愛着形成がスタートします。で、まあこう正式に言うとね、生まれてからというよりも胎児からですね、まあ胎児の時期からそれ始まっているというふうに見ていいと思います。そうすると、まあ2歳までと言いましたけれど、胎児含めるとまあ1年余分、まあ、3年間ということになるんでしょうね。で、この、3年間で形成された愛着というものは世代を超えて連鎖していきます。連鎖というとなんか悪い意味に取っちゃうことが多いんですけれど、これは良い連鎖なんですね。で、この愛着のね、連鎖を受けなかった子供っていうのがいて、まあ、それは愛着障害の子供なんですけれども、まあ、そういう子供とか、その愛着が不完全だった子供というのもいて、まあ、それは愛着不全の子というふうにまあ定義していますけれど、私の定義ですけれども、まあ、そういう子供は自分の子供と愛着を結べるのかなっていう疑問がこう出てきますよね。で、この結論はね、イエスなんです。結べるんですね。情緒交流の図れない親というものは、まあ、ある種脳機能障害なんです。ですから、まあ、その子供に脳機能障害がなければ、愛着は足らないかもしれないけれども、自分の子供に対しての愛着というものは注げます。愛着障害の人でも愛着不全の人でも自分の子供に対しての愛着は注げます。少ないかもしれないですけどね。で、まあ愛着をつないでいくっていうのは、これ DNA にも刷り込まれた行動なので、この DNA が壊れてなければ愛着のスイッチはオンするんですね。ということは、脳機能障害のある人はどうなのっていうと、まあその DNA のスイッチがオフのまま一生オンしないということがまあ起こりうるということです。で、このことはですね、まあそう言ってしまうと、まあ子供にとってはね、ショックじゃないですか。親のこう愛着スイッチオンしないの？ずっとしないの？いつかはね、この親は僕のこと分かってくれると思ってくれたのに、それオンしないのか、その気持ちね、壊すことになるかもしれないけれど、まあそのことを理解していくというものは、理解していくということは、その愛着障害を回復していくためには必要なことなんです。で、まあ愛着障害は、愛着はね、連鎖します。愛着障害は連鎖しません。愛着は連鎖します。で、これはね、子育てに悩んでいらっしゃる愛着障害を持った人にとっては大きな希望になっていくと思います。で、2つ目なんです。これから2つ目の話。親との愛着は中年期に薄れて、薄れた分、自分の子供との愛着が強くなるという話です。まあ私が書いたツイートはその辺の話なんですね。で、まあ中年期というと40代を中心として、まあ、30代から50代、2、30年間ぐらいのこう幅広い感じですね。人生でまあ一番長い時期と言ってもいいかもしれないです。で、まあこの時期は何をするのかというと、まあ、活躍する時期なんですが、同時にね、次の世代にいろいろなものをこうバトンタッチしていく時代なんですね。で、このね、バトンタッチの中に愛着も入ってるんですね。これですね。愛着のバトンタッチということですね。で、この中年期は親との間で形成した愛着というものが薄れていく、まあ、その分自分の子供との愛着が濃くなっていく。どうしてかというと、この時期っていうのは
子供がね、生まれて思春期に入っていくような時期だったりするので、まあ子育て真っ最中なんですね。うん、思春期ね、大変なんですよ。親との関係ね、ちょっとこうギクシャクするんだけれど、まあ、ここ子育ての、まあ、総決算の時期なんですね、思春期はね。まあそうしないと子供に対しての世話というものがこうちゃんとできなくなるから、まあ愛着のバトンタッチが行われるわけですね。親から自分の子供に対してのね。で、親へこれまで向けられていた愛着というものが子供にこう180度方向転換するわけです。その従属させる方向が変わってくるわけですね。で、これ以降親との愛着はもう消化試合です。まあ、やってもやらなくてもどうでもいい、まあ、そんなに重要なものではなくなってきます。もうメインシーズンではない。メインは子供とのこと、まあ、これはね、非常に健康的な愛着のこうバトンタッチなんですね。で、こうやって世代間で愛着が連鎖していきます。この連鎖っていうのはその DNA に仕組まれたものです。で、この脳機能障害がない限りこのスイッチはオンしたままですね。自然と愛着の方向が親から子供に変わっていくということです。で、このバトンタッチというのはね、素晴らしい仕事なんですよ。ただそれゆえね、こう中年期というのは不安定な時期にもなります。まあ、関連記事もございますので、よければ読んでみてください。中年期は果たして最悪の時期か、幸福曲線と愛着曲線の違いという記事を書いています。で、ここから3番目、老年期には自分の子供との愛着も薄れていくんだよという話ですね。60代70代に入ってくると、まあ、人生の終焉期を迎えていきます。で、その自分の子供との間で作っていた愛着もね、薄れていきます。まあ、そうしないとね、この世からグッバイできないんですよ。うん、この愛着を切ってしまわないと、あの世へ行けなくて、その辺に霊がね、さまよってしまう。まあそこは、まあそういう人もいますけれどね。まあそこはよくわかりません。で、まあ、あの世にね、旅立つために愛着のスイッチというのは時々オフになるようになります。で、その愛着についてね、もうあれこれ考えなくなってきますね。で、完全に愛着がオフ、パーフェクトオフになる時には、まあこの世に生まれてきたことももう忘れちゃってる感じですね。で、やがて寿命が来て、完全に愛着スイッチオフ、この世からグッバイというようなことになります。これが標準的な愛着の発達なんですけれども、ここから後半に行きますが、後半は定型でない人々の愛着とか、まあ、子供のいない人の愛着の発達についてちょっと話します。その前に1分ほど、恒例の今日の変顔、顔ヨガに行きたいと思います。顔のマインドフルネスです。で、マインドフルネスですね。今日の、変顔スタート。これね、変顔するとね、気持ちいいんですよ。結構気持ちいいんですよ。スーッとこう終了していくのが大事ですね。スーッと、で、じゃあここから後半に行きます。愛着に問題のある人はどうなるのか。否定形の愛着を生きてきた人ですね。で、ここで問題になってくるのは、愛着障害の人と愛着不全の人、ここでちょっと復習すると、愛着障害の人というものは親との間に、
愛着を作れなかった人、安心感が希薄です。愛着不全の人というのは親との間の愛着は作れているんですけれども、親の精神的成熟度が不完全なんで、子どもにとって、その人にとっては自分の愛着を、正常に発達させることができなかったということなんですね。成熟度が不完全というものはその脳機能障害ではないということです。で、早速愛着障害の人の話を簡単にすると、こういう人はね、愛着が初めて登場するのは20代以降なんです。つまりね、出産と子育てということですね。で、子供との関係を通して初めて愛着とは何なのかというものを知るんですね。これね、自分が経験したことがないので、ね、非常に怖いことなんですよ。でもその子供と、そういう人はね、愛着の DNA は入っているから、子供との愛着は何とか作っていくんですよ。子供ね、怖いんだけれど、ドライな母性みたいなもので、こう何とか作っていくわけですね。ドライな母性っていうのは母性っぽくないかもしれないけど、でもね、それ正真正銘の母性なんですよ。それを使いながら子育てをしていきます。で、それを経過することで、それを経験することで、その人の愛着というものは育っていきます。これクールな愛着なんだけれども、その辺が精一杯かもしれないけれど、紛れもない愛着です。で、愛着障害の人は愛着を回復させるというのか、回復というよりも、成長なんですけれども、そのね、クールという愛着は変化しない。だから、そのクールさゆえ、その愛着をね、薄めることもせず、そのまま死を迎えていきます。簡単に切っていくことができるんですね。自然とあの世へ行けます。何もないところから急に子育て、通して愛着というものがわーっと出現して、プカプカしているうちに、こう死を迎えるような、そういう感じなんでしょうかね。定型の愛着、標準的な愛着を育ててきた人とは全く違う愛着の成長を全うして死んでいきます。これはね、全うするんです。全うしながら死んでいきます。で、2番目の愛着不全の人なんですけれども、これはですね、中年期に入ると子育て難航するんですね。なんでかというと、その愛着の成長がその思春期あたりで不完全に停滞している状態だからなんですね。だから自分の子供が小さい時は子供との関係はそんなに悪くはない。なんでかというと、両方ともその子どもの精神構造で接しているからなんですね。友達親子と呼ばれたりします。でも子どもが思春期入ってくると、その愛着不全の人はね、どう対処していっていいかわからなくなってくるんですね。定型愛着の人っていうのは、その子どもが思春期に入っている時期に子どもにしっかり向き合うために親との愛着を薄めていくんですけれども、愛着不全の人は親との愛着をね、まだこの時期に、求めたりしてるんですね。で、この親との不完全な愛着を完全にしたいと強く望んでいるわけです。でもそれ叶わぬ夢だっていうのもどことなく知ってます。でもその強い飢餓感を持ち続けています。で、この欲求っていうのは飢餓感ですね。それね、中年期を経過していっても持ち越していっちゃうんですね。で、こう
親になんかずっと甘えを求めているから、子供をね甘やかすことができないんですね。で、子供の思春期、まあ、集中するべき年齢なのにそれができないということになっていきます。で、この自分の飢餓感にこう自覚的でない愛着不全の人は、まあ、周囲の人を混乱させながら自分は そのままで人生を終えていきます。まあ素晴らしい人生だったなとある意味勘違いしながらね終えるわけですね。でもこれはね、勘違いできていれば本人はね幸せなんですよ。周りは大変だけど本人は幸せだから、まあある意味ねいいんですよね。それもでもこの飢餓感をね自覚した人はある意味その愛着障害の人の生涯よりも厳しい人生になるんです。で、この場合はね一人じゃどうしようもないので、まあ、熟練のカウンセラーを探して相談してください。その自分をね見つめて、その自分と一緒にやっていこうというような覚悟を決めていくことですね。そうすると飢餓感というものは収まっていって、標準的な愛着発達の人と合流していくことができます。でもまあこれ長期戦になりますから、熟練のカウンセラーと一緒にやってみてください。やってください。で、あとは最後はその子供のいない人というのはどういうふうになるのかというと、まあこういう人もね標準的な愛着の発達をしていきます。あの幼少期に親との間で標準的な愛着を作ることができているわけですので、標準的な愛着の発達を遂げます。で、まあ子供いないから子供へのバトンタッチどうするのっていうふうにこう考えるかもしれないですが、まあそういうような人はね、子供にバトンタッチするんじゃなくて社会にバトンタッチする感じですよね。標準的な愛着発達の人に比べて、まあ、社会へ他人への貢献することが多くなる、そういう印象です。まあこの他人への貢献については関連記事も参照してください。自己肯定感を高める最終兵器、ラスボスはこれ自分編に書いてます。で、社会とは、まあその人がこう生活する地域社会のことでもあるし、まあその人が所属している会社のこともあると思います。まあわかりやすい例で言うと、部下を育てるということでもあるし、まあ、自分の仕事の領域で貢献するということでもあると思います。街角に立ってるあの緑のおばさんね、ああやって小学校を見守るということもあると思います。今は緑のおばさんって言わないんですかね。これ差別用語なのかな。私は別に差別用語じゃないと思うんですけどね。いや私はおばさんじゃないよっていう人もいるかもしれないけど、まあごめんなさいですね。で、まあこれが今日の話で、まあ、まとめますと、親から受け継いだ愛着というものは子供へバトンタッチされていくというような話でした。で、親との愛着が薄れて子供との愛着が強まっていくね。これ中年期、このバトンが渡される時期です。で、この中年期はリスクが高いですよという話も少ししました。で、愛着障害の人は、まあその障害の前半は愛着ゼロでこう生き抜いてくるわけですけれど、まあ成人期以降というものはクールな愛着の世界を構築して、その世界を全うして死を迎えていきます。愛着不全の人は、愛着の飢餓感に苛まれますけれども、それが収まっていけば標準的な愛着発達に合流していきます。子供のいない人というものは社会へ貢献していく中で愛着を発達させていきます。愛着というものは生まれてから死ぬまでずっと持ち続けていくものです。あなたの人生がどうぞうまくいきますように。
ソ連心理カウンセリングセンターの高間でした。